皆さん、こんにちは。本日は2016東京農業大3な問題やっていきたいと思います。まずは、括弧1です。はい、fx、こんな感じで与えられてますが、えー1、2分の1の、まあ、まずこれですね。x の定義期,期に関しては、別に取っちゃいけない値、特にありませんので、実数全体ということができます。また、まあ、この値自体っていうのは、0よりも大きい値になりますので、地域っていうのは、マイナス32分の1よりも大きい、ね。y の値はこんな感じっていうふうにすることができます。 続いて2番です。はい。まあ、ログが出てきました。ログの中身は0よりも大きいって条件、真数条件ありますので、はい。x2 よりも大きい。かつ、x8 よりも大きい。これをまとめてあげて、定義域は x、だいり8というふうにすることができます。また、ログ2の x-2 っていうのは、マイナス無限から無限まで、まあ、すべての値を取ることができますので、えー、地域は実数全体。こんな感じで答えることができます。はい。では次ですね。はい。3番。 えー、まあ fx っていうね、えー、まあこれの、イコール0の回ってことなので、はい、こんな感じにしてあげると、結局、まあここ、x 引く五が5になればいいので、x は10とすることができます。また、g に関して、はい、ログの、えー、こういった足し算っていうのは、まとめることができて、こういうふうにね、かけ算にすることができます。で、これも計算してあげると、はい、まあこんな感じで、ってやっていくと、x は10というふうにすることができます。 はい。では、最後4番。まあ、こういうね、値はっていうことですが、まあ、えっ、ー、と、結局、gy イコール gx っていうのはどんどん上がっていく。fx はどんどん下がっていく関数って考えてあげると、結局は、はい、fx の方が大きくなるのは、まあ、8から10の間ですよね。というふうに言うことができます。えー、本日は、まあ、指数関数、対数関数の関係性みたいなものですね。こういうのについてやっていきました。まあ、結構ね、こういうのも大事なポイントになりますので、押さえておきましょう。それでは、また次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。